こんにちは、Tです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はパソコンの容量を圧迫しているシステムの削除方法をお教えしたいと思います。動画編集者の方はもしかしたら Adobe のソフトがその圧迫をしているかもしれません。これは僕が使っている Mac の画面になるんですけれども、まずは左上からこの Mac についてっていうところを開いてみましょう。そうすると、概要だったりディスプレイだったりストレージ、サポート、サービスっていうものがあると思うんですけれども、それのストレージですね。そして、上が Macintosh HD、 この本体の容量になってます。で、下はハードディスクですね。もうほぼほぼムービーが占めてます。はい。で、僕の場合この iTunes に音楽だったりで、こっちにアプリケーションで書類に、そのデータ等が入っている状態です。はい。で、このシステムっていうところ、50ギガも埋まってますよね。このパソコンの50ギガって結構大きいと思うんですけれども、もしかしたら、Adobe のソフトのメディアのキャッシュによって、このギガが埋まっているのではないかっていうところがあるので、それを削除する方法を教えたいと思います。まずはご自身の Macintosh HD という表示をファインダーから探してください。ご自身の MacBook の表示を押せば出てくるかなと思います。で、そして Macintosh HD からライブラリを選択します。そしてその次がおそらく一番上にあるアプリケーションサポートというところの表示に行ってください。はい。で、そして次は Adobe ですね。のアドビのところにたくさん表示があると思うんですけれども、キャッシュが入っているところ、おそらくあらかじめ設定されているところに、ここのコモンっていうところがあるんですけれども、はい。ここは、ここの入っているものは削除しても大丈夫です。はい。僕の場合もあらかじめ削除をしてしまったので、結構もう少なくなって、このプラグインスってやつしかないんで、これが800キロバイトぐらいしかないんですけれども、もしかしたらここにメディアのキャッシュがすごく溜まっている方がいるかもしれないです。その方は全然削除して大丈夫です。これが一つです。そして、まずはアプリを開きましょう。はい、開きました。この状態になるかなと思うんですけれども、ここから特にプロジェクト等を開く必要はありません。この状態で、左上のタブの環境設定から、メディアキャッシュを選択してください。そうすると、そのキャッシュファイルをどこに選択するかっていうものが、出ると思うんですけども、先ほどお教えしたこの Adobe のコモンってところですね。はい。っていうところが、あらかじめ設定されるかと思います。で、ここにメディアキャッシュファイルを削除というところがあるので、それをもう削除してしまいましょう。はい。で、未使用のメディアキャッシュファイルを削除。まあ、システムから全てのメディアキャッシュファイルを削除。はい。これは、使っている方のどちらがいいかというものを選択してください。はい。で、ほぼほぼ消しても大丈夫かと思うので、この下の欄を選びましょう。はい。そうすると、クリーンアップっていう表示が出ますね。このキャッシュが溜まっている方は結構時間がかかるかもしれないです。はい。結構時間がかかりましたが、今、キャッシュが削除された状態です。はい。でですね、このあらかじめこのメディアキャッシュ管理っていうものを設定してると良いかなと思います。キャッシュファイルを自動的に削除しない。もしくは、何日か後に、削除するっていうものを設定することができますね。はい。で、サイズを超えたら最も古いキャッシュファイルを自動的に削除っていうこともできます。はい。で、僕は今30日に設定をしております。はい。ではちょっとどんだけ消えたか見てみましょうか。ちゃんと消えてますかね。消したのも全然消えてないですね。僕の場合は50ギガあったんですけど、1ギガぐらいしか消えてないです。はい。でもこれがある人は多分めちゃくちゃここが小さくなるのかなと思うので、はい。ぜひぜひ、このシステムの容量がパンパンっていう方は、Adobe のソフトが原因かもしれないです。
はい、いかがでしたでしょうか。今日は Mac のシステムを圧迫している Adobe のメディアキャッシュの削除の仕方をお伝えいたしました。これで快適にサクサク動画編集ができる方も多いかなと思います。この動画が良いと思った方はぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。